早期退職制度。え、お父さんリストラされんの？リストラ？今日も予定ないの？ないよ。スポーツでも始めたらまだ若いんだし、いくつになってもチャレンジしなきゃダメだろ。とにかく俺は再就職する方向であれするから、笑顔で現状打破、収入確保。小川さん、暗闇祭りの役員になりませんか？俺は祭りじゃなくて仕事がしたいんだよ。みこしは無理ですよ。そんな一本だなんて。普通の人間はおせっかいだから。カレンのこと大切に思うんだったらもっと真剣にならないとダメなんじゃないかな。どこ行くつもりなの？お母様の診断結果なんですが。これまでのルートは短すぎますよ。似合う似合う。府中の男なら祭りで燃えて燃えて燃え尽きなさいよ。ルートを伸ばせばもっと重いんだ。小川さん、私まだ間に合いますか？いよいよ始まるんですね。歴史が変わる祭りの始まりだ。